およそ400年の歴史がある長崎市の皇太寺。その本堂が360年ぶりに建て替えられました。今日の落慶式は全国の曹洞宗の寺の関係者や団から合わせておよそ600人が参列しました。長崎に原爆が投下された際、爆風で屋根が傾いたものの当時の状態のまま残され、大切にされてきた旧本堂。しかし近年腐食が進むなど老朽化が懸念されるようになり、今回400周年記念事業として2年かけて建て替えられました。皇太寺によりますと、新しい本堂の耐久年数は200年ほどで、信仰する人々の思いとともに新たな歴史が刻まれます。